はい、こんにちは、横山武史です。ですね、これは誰だったっけな、片岡鶴太郎さんかがなんかテレビで見てて喋ってた言葉なんですけど、まああの人いろんな、まあお笑い芸人から始まりか、なんかいろんなことしてるじゃないですか。ボクシングのあれとかね、絵を描いたり字を描いたりですか、いろんなことしてると思うんですけど、その時にやっぱり話の流れでお金のことを考えたらこんな絵なんか描いてられないですよみたいな話の流れになったんですね。で、多くの人はここに書いてるんですけど、好きなことをして生きていきりゃそれはいいですよってね、言うんだって言うみたいなんですね。確かにそういう人が多いなと思う。そんな好きなことをしてお金が稼げりゃいいですよって言うけど、じゃあこれ片岡鶴太郎さんが言ったよ、じゃあ嫌いなことをして嫌なことをして生きていくのっていう言葉、すごい究極いうか、あ、面白いなと思いました。好きなことをして生きていきりゃそりゃいいよって言うけど、その人生の半分か仕事っていうものはそれ以上かっていうぐらいのものなのに、そこに嫌なこととかつまらないものとか、なんかワクワクしないものを、持ってきたりして、そうやって生きていくのっていう、その単純な、質問は多くの人に、何か気づきを与えたり、あれ俺の人生これでいいのかなと思ったりする人もいるんじゃないかなと思って、僕自身はここすごく気をつけているところだし、仕事っていうのは自分の役割使命、生まれてきた理由があるからそれをやってると思ってますので、そこは大丈夫なはずなんですけど、まあもうちょっとワクワクするようなこととか、もうちょっとそこの問いかけも大切だとは思うんですけど、正しいことより楽しいことというか、ね、そういうことも何かあなたのヒントになったら嬉しいです。好きなことをして生きてりゃっていうけど、じゃあ嫌いなことをして嫌なことをしてずっと死ぬまで生きていって、死ぬ時に、死ぬその日に、十分やりきったと言えるかどうか、後悔しない、素敵な人生だったと言えるかどうかっていうところが一番大切だと思うんで、最近僕は言ってるように、死を意識して生きるっていうところがすごく大切だなと最近思っております。何かお役に立てたら嬉しいです。ありがとうございます。